明けましておめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。皆さん今年もよろしくお願いいたします。翔平です。中島です。本日はですね、村上ロックを走る会ということで、江別から出発して帯広まで向かいますけども、何キロだろう。調べてないおう。さあということで早速ですけど出発しようと思います。さあ行こうか。基本的には本当にこっからまず帯広に向かうわけだから、それまでは何もない今年も始まったからね。私はこれから喋ります。全集中運転の呼吸します。あ、まあ確かにね、聞くほど雪あるからね、そのねすごい滑るし、これね。あ、そう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 、これ車の中に水あったんだわ。カチカチなるぐらいね、寒いんよ今日。だって最低気温がマイナス15までいくらしいからね。奥さんには何も言わずに帯広に行って、うん、その後のことは六さんに任せるっていう。まあそうだね、むちゃくちゃなことをしようとします。実家でくつろいでるロックにいきなり突撃っていうね。何が辛いってさ、うん、行きはいいよ、ウキウキしてるから、うん、帰りよ、とりあえずロックさんのお部屋に挨拶しなきゃ。ああ、そこだね。いいぞ翔平、持ってる。これはもうそんな雪景色見えぞ、持ってる。うわーすごい、いいぞ翔平っていうね。ああ、もっと雪景色映せ。これはもう聞こえてくるわ。はっはっ、あっ、あっ、あ、ゆうばり、ゆうばり、だよだよ、ゆうばり、はい、ゆうばり順調、完全に順調に来てます。翔平、うん、高速どこ、こんなとこにあるのか高速、あ、でも夕張入ったけど、夕張駅まで9キロってことは高速までもそのぐらいあるんよ。夕張の端に来たってこと。そう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 、ノンアルコールじゃないこれ。お前、お前隣に何のドロしてんだよ。隣に朝日のノンアルコールだったから。お前。一個間違えた列。いやー、クラシックじゃねえか。ちゃんと見ればよかった。お前。うわ。ここ見ろよ。やっちゃった。ふざけやがって。くっそ。ふざけやがってマジで。ごめん。一緒に運転しようって言ったら約束守れそうにない。油断した、油断した、一緒に行けよかった。いや失敗した。一緒にいてくれたら確かにな、間違わなかったよな。取り間違ってるよって言ったもんね、うん、くっそ失敗した。絶対持ってないだろう。ラジオ感覚で喋ろう。そうだね。どうもー、はい、本日も始まりましたスリラーナイトチャンネルでございます。本日もですね、皆さんと楽しい時間を過ごしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。いやー、まあね、年も越しまして、今1月2日、まあね、あの1日っていうのはね、なかなかね、お金を財布が出すのが良くないっていうことでね、お年玉あげるには適してないと言われてるんですけども、まあ1月2日お年玉もらってる方もいるんでしょうか。はい、はい、そしてね、まああのね、お年玉を上げすぎてね、いや、やっぱりこれ年末年始は厳しいなみたいな方もいるとは思うんですけども、そんな中私たちはですね、今日帯広に向かってるわけでございます。はい、いやね、じゃあ帯広に何しに行くかと言いましたらね、あの実家に帰ってる村上ロックをですね、
ナチローじゃないかと。そうなんですよね、その言葉すごくそうなんですよ。いきなりロックの実家に行ってロックのことね捕獲したろうと。そうそうそう、あなたらもう年上ですからね。年上なんてもらえたりするんじゃないですか、ね、もしかしたらね、あるね、もしかしたらある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 ね、全然ありえますよ。わざわざ来てくれてありがとうと、レベツから、うん、ガソリン代に使ってよって言ってね。ああ、可能性あるね。年なんか楽しみですね。そうだよ、どんな顔するのかな。やっぱね、でもみんなも気になってるんだろうね、うん、なんでロックさんの実家知ってんだろうみたいなね。僕たち社員です。完全にも店長という力を使ってね、はい、最初ほらみんなやっぱりどっか勤めるときって履歴書っていうの書くと思うんですよ。はいはいはい、緊急連絡先っていうのがあるんですよね、うん、本当はこういう風に使っちゃダメなんでしょうけどね。こういうのですか、ただ本当に捕まるんだろうね、よくないですからね、こういうの本当に。ただもう僕はもう皆さんが面白いと思うんだったらもうやりますよって、ね、ロックのことを ね、 ね捕まえてね、うん、すぐもう首根っこ掴んでいくぞっつって、最悪ねロックダメだって言うんだったらね、ロックのご両親でも、うん、お父さんお母さんごめんなさいっつって、ちょっと協力してもらっていいですかって、ね、これはどうなるか。今何時だい、1時かい、今かい、今はもう1時20分。ちょっとコンビニ休憩が長すぎたかな、ちょっと長く取ったね、うん、だって俺らまだ夕張だからね。もう僕の中ではもうあれだよ、もう、ね、結構進んでてもいいと思うんですよ、ね、当初の予定だったらね、もうついてる時間。うん、あなたさっきの何て言ったんだっけ、何時に集合、本当に一番最初は8時、うん、8時でしょ、うん、で次に9時か10時じゃないって言った。あなたは9時か10時じゃないって言った。ああ分かったよって。僕はもうあれだよ、もうケツがすごい長引くと思って8時っていう設定は揺るぎないんだろうなって思ったけど、あなたが9時10時って言ったんだ。そうっていうことは、じゃあ真ん中の9時半にしようって。そうレベツでね言ったね、言いました。あなたは札幌帰りました。今日朝僕が9時に連絡したときあなた何やってた？あれかい、うん、あの時は慌てふためいて1回とりあえずスリーラーに機材を取りに行ったときだよね。間に合わないね。うん、もうその時点であなた、いやだから、ね、俺もマジで自分でびっくりしたんだけど、9時半に間に合うようにしないとダメなのに、アラーム8時半っていうところでも間違ってんだよね。誰が悪い？時代だね。お前全部人のせいにするのか。おい、ごめんなさいって言葉が言えないのか。いや本当に、謝れ。ごめんっす。ちゃんと謝れお前。いや本当に、でお前その後なんて言った？何がだ、カメラ撮るために何がないって言った？三脚なくしたって言った。ふざけんなよお前。いや買いに行ったんだぞ俺。スリーコインズで俺小さい三脚買ったんだよ、ちゃんとこうアームでグニグニなるやつ。絶対この車の配信には向いてないだろ。そんなもん絶対向いてないだろそんなの。なんか買ったんだけど、9時半に集合して始めようねって言ってたのに何時に着いた駅？10時半。お前めちゃくちゃ押してるじゃねえかもう。いや時間すっごい押してるけど、時間俺らの中ではすごい押してるけど、うん、俺らの中だけだからね。時間押してる、他に誰にもあれだもんね。そう、期待もしてないもんね。そうそうよ、そう考えたらまあよしか、大丈夫大丈夫。なんか道中の飯とか俺おごるし、なんならそれでじゃあもうトン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 じゃない。トントンじゃない。だいぶだいぶトントンじゃない。もうこの距離はえげつない。もうトントンだし、その俺がご飯を奢るたびにありがとうって言ってほしい。何様なんだ。位置は君は君の位置はどこなんだよ。その都度本当にありがとうって言ってほしい。俺はそしたら気持ちよく俺もご馳走できるし。じゃあごめんなさいもちゃんと言おう。ありがとうって言ってほしいんだったら悪かった時のごめんなさいも俺は欲しい。そんなお金でかけてしまいにはなんだい。君がいいことしたみたいな感じになって俺ありがとうって言われるんだよ。いやおかしいだろ。本当に反省はしてるし二度と同じミスはしないっていうのはもう心に。二度とやんないよこんなの。なんだよこれ。やっぱ景色を楽しむっていうのは大事だね。
やっぱ心にゆとりとか余裕がないとでもこう景色を楽しめないんだろうな。ほら、また動物注意です。次、これ南富良野。はい、南富良野に入りました。さあ、もうそろそろ帯広まで何キロかがまた見えてきますよ。来ました、帯広まで残り、56キロでございます。長えな。同じ北海道とは思えないような。でかいんだって。さっきまであんなに雪だったのに。木しかない。ここエスカレーターじゃない。本当だ。さあ行くぞ。大丈夫？眠気とか。今のところは全然。あ、本当？これはね、ちょっと眠た。寝たらやばいぞ。寝たらやばいぞ。いや、寝ない。酒飲んで、なんかセコマのポテトと唐揚げ食って寝るってやったら。大丈夫。怒るのは俺だけじゃないぞ。帯広出口です。おっしゃい、来ました。やった！なんか変な音してる。タイヤじゃないやっぱり。氷かな。氷かなんかくっついてんじゃねえか。コンビニやから。遠心力の音するよね。回転しろとしてる。この音やだな。まあどっかなんか止めれるとこだったら見てみればいいんだ。いや、帯広に来て車故障するって最悪だよ。いやー怖いよね。でもパンクとかそんな感じじゃないよね。パンクだったらもっと。うん。着々と近づいてる気がします。この公園でよく遊んだのかな。いやー、ここの公園はロックの時はなかったんじゃない。新しそうだよ。やばい音だって。何の音だ。わかんない。氷じゃない気がする。蹴ったら治るやつだ。どうしよう。駐車場で車をチェックします。ピットインです。ピットインです。雪っぽいな。ああ、なんか今ぶつかって落ちたもんね。固まってたんじゃない。やっぱめっちゃ氷落としてきた。うん、よかった。こういうで氷かどうかはこれから分かる。これで走ってみてたね、うん、これで走ってまだ音が鳴ろうものなら、うん、ガソスタに行きます。そうだね。ロックの前にスタンドか、ロック拾ってたあのスタンドか。ロックスタンドか。謎です。こんなに安全運転してきてさ、あんなフォルフォル言われたらさ、止まったもんじゃないよな。全然乱暴な運転してないじゃん。車のことしか考えてなかった。優しい運転だったと思うんだけど。ロックさんの家に近づくにつれて音は大きくなってる。確かに。さあ、だいぶ待ちだよ。うん。腰痛い。いやー、腰がね。サロンパスの一つでも持ってくればよかったな。いい、よくなるの？いやー、ないよりはいいんじゃない？血の巡り良くしてもらっちゃったりなんかして。しちゃったりして。うーん、ちょっとそういうモザイクかけて今から。雑だなぁ。モザイク雑だなぁ。これかなぁ。
あ、違う、声は別に変えなくていいんだよな、別に何もおかしてないから。村上ロックをあ、だから拉致ろうと思ってるんですけど。いや、バレてるんだよな、それってなおさら拍車かかるんだよな、情報で言うと。いや、でも拉致るって言ってもだから物騒なんだよな、その言葉。ほんと、なんか家に乗り込むだけですし。いや、ダメなんだよ、絶対ダメなんだよ。絶対に両親には迷惑かけないです。いや、ま、もう迷惑かかってるんだよ。ハブベアリング終わった気がする。嘘でしょ、そんなことある？マジで。このタイミングでそんなことある？めちゃくちゃ怖いんだけど、そんなの。音はでも鳴ってるからね。いきなりそんなことなるかな。あんな安全運転で。リアルトラブルでございます。車の故障か。いや、ハブやな。そんなことある？メンテナンスのね、ランプとかついてないのよ、一切。そういう表示は一切ない。ついてたらね、こっちもね、びっくりするんだけど。そんな表示はないからね。江別から約200キロ離れた土地で、車を今失いそうになっております。まだわかんないけどね、確定事項じゃないからね。だってね、ずっと乗ってる車なわけだからね、今この瞬間に、何かね、寿命が来たって言ってもおかしくないからね。レンタカーで帰ろう。そんなに行った？いや、なんかちょっとあったらしい、そういう節は。あー、そうなの？うん、ハブベアリングがなくなりにくい。マジで言ってんの？あ、村上さんですか？あ、ちょっと変わりますね。もしこし、明けましておめでとうございます。ちょっとね、帯広来ちゃったんだ。帯広来ちゃったんだ。どういうことですか？どういうことですか？今帯広にいるんだ。え？で、帯広に来たのはいいんだけど、なんだかんだいいのよ、帯広来たところはまだいいのさ。で、ちょっとロックさんに会いたいなっていうのがあるから、ちょっと一回合流したいと思ってんだけど。外出れますか？多分だけどね、この辺じゃねえかな、ロックさんちっていうところにいるから、一回外出てきてもらっていいかな。マジっすか？マジで？多分この辺じゃねえかなって思うんだけどさ。マジっすか？近くにはいるとは思うんだよね。あんまり名前言えないんだけど、ちょっと大きい通りにいるんだよね。ああ、いたな。いる？あの車がね、今近場に3台ほど止まってるんですけど。ああ、どれだろう。その中でひときわハザード焚いて、今運転席から。あ、マジかよ。マジかよ。そのままちょっと、いや、ちょっとダウンジャケット、ダウンジャケット持ってきます。寒いからね。うん、寒いから。一回じゃあ待ってるから電話切るね。はいはい。はーい。じゃあちょっと一回電話切ってる最中に、あの今後の僕たちの流れを、そうだね、さらっとロードサービスに電話して、そうだね。これ取ってもらって、私たちはロックさんに、うん、レンタカー屋さんを聞いて、そうだね、そう、車をレンタルして、うん、戻ります。いや、荷物とかどうしようね。トラブルだね。いやー、そう、でもまだ何にもこのなんか状況が把握できてないけど、今すごい人に飢えてるからね。やだよ、もう。見つけた？オートバックさんですか？寒いよ。結果がどうだったのか。中島店長戻ってきましたよ。よいしょ。